はい、皆さんこんにちは、本日は2023年の6月の26日ですね、暑いですね、もうそろそろうちの住んでる、九州地方梅雨明けそうな感じになってきたんですけど、この頃というかですね、昨日までちょっとね、3日間ほど、うちの子供、小学生なんですけど、卓球の試合があってね、今卓球を習わせてるんですけど、なんかな、ちょっと大きめの大会があって、はい、結構忙しくやってました、はい、で、卓球の世界なんですけど、いろんなね、オリンピックとかそういうのを狙ってるような人たちは、むちゃむちゃね、低年齢のところからね、強化していて、下はね、今もう小学生じゃなくても保育園幼稚園の子からね、やってる子がいて、昨日の大会なんですけど、小学生を、1、2年、これなんかバンビっていうクラスになってて、3、4年がカブっていうクラスで、5、6年が、ホープスというクラスになってて、卓球の世界ではですね、はい、なんかこれがあって、学年で、小学生一くくりってすると、さすがに1年生どんだけ上手くても6年にはさすがに勝てないですからね、なんかそういうので、カテゴリー分けしてあって、そこでこうトーナメントがあって、はい、それのなんかブロック大会みたいなのがあって、出てましたけども、はい、いろいろこう思ったことがあったので、ちょっと動画にさせてもらいます。で、私ね、動画で何回も言ってるんですけど、昔ボルダリングジムを経営してて、なんかそういう子供にクライミングを、ね、教えてる風景をよく眺めてましたね。はい、そんな中で、卓球に限らずクライミングもなんですけども、大切なのは小さいうちからね、習わせるというのはもう必須になってきてますね。で、これでね、昔はね、昔というと今から30年くらいまでは高校生ぐらいから始めてもめっちゃ早いって言われてた時期があったんですよね、はい、高校生からやってプロになれてたっていう時期があったんですけど、もう今頃はね、もう高校生から始めたらもうめちゃめちゃ遅い部類みたいな感じになってて、もう普通に小学生の低学年くらい、はい、早い子はもう幼稚園とかからもう始めてると思うんですけど、どんどんね、中学生とで、小学生とだんだん低年齢化してくるというのは、どんな競技のスポーツでもね、同じ流れになってきてます。はい、で、クライミングなんかはもうどんどん始める年齢が下がってきて、なんでそうなるかっていうと、一つはやっぱりこう物覚えの速さですね、はい、吸収性というのがもう小さい年齢ほど高いので、一つのね、ことを覚えるっていうだけでもやっぱり小学生の、例えば今回ね、そのブロック大会で卓球で3日間ぐらい卓球漬けだったんですけどね、うちの娘、むちゃむちゃうまくなったんですよ。で、大人でね、たかだか3日練習したからむちゃむちゃうまくなるかっていうと、大人だとありえないんですけど、子供だったらね、3日やるとむちゃむちゃ練習しまくったら超うまくなるんですよ。そんだけね、やっぱり吸収するスピードが速いと、はい、そういうのが挙げられますので、もしね、自分の、子供でどうしてもね、クライミングで、ある程度のこう
全国大会出るような選手とか、まああわよくば世界を狙える選手っていうのをやらせたければ絶対小学生の、まあ、低学年のうちからは、まあ、やらせておく必要があるかなと思ってます、はい、でそこでね、重要なのは2つタイプがあって、親がねやってるか、親がクライミングねやってるかどうかですね。これが結構大きくあって、これがねまあある程度やってて、自分の親というかその、自分が親の立場でやってて、まあある程度こう例えば昔国体出たことがありますとかね、なんかそういう場合だと結構もうやらせやすいんですよね。まあ親がコーチみたいになって、やれるので二人三脚で結構やり込むことができます。でこれがね、やってない場合ですね、場合というのはこれはめっちゃ難しくなっていきます。それはねコーチとか、まあそういう指導する人ですね、もう結局ここがこれを見つけるのがむちゃむちゃ大変です。はいスポーツ全般ね、親がやってれば親がコーチでここがコーチすれば、基本大丈夫で、自分の思うような選手に育てていけば基本大丈夫なんですよ。これがむちゃ親がねもともと上手ければそんなにね親がやってきたことのトレーニングをちょっとねバージョンアップして最適化してやらせれば、それで子供上手くなっていくと思うんですけど、もし競技経験者じゃない場合はまあコーチ指導者を探してこないといけないっていうのが結構大変かなと思いますね。で2にそういう、施設ですね、ジムとかボルダリングのなんかな県とか市とかでもしもボルダリングができるところとかクライミングウォールですね、そういうのがあるかどうかですね。これがお近くにないと結構厳しいかなと思います。はい。で、まああとはそういうできれば子どもたちのそのクラブというかですね、なんかそういうの、まあ人数は何人ぐらいかな、あんま多すぎてもねこれ大変なんですよね。例えば30人いますとか言ったらもうその人目届かないですからね。できればまあ8人から15名ぐらい、もう30人とか超えてくると目届かないのでいけないんですけど、まあこれぐらいの人数で、まあこれ何が重要かっていうと少しねライバルがいた方が子供伸びます、絶対伸びますね。はい。このね子供負けたくないですから、はい、それで競い合うんですよ子供っていうのはね。それ時々任されたりとかしたりとか、でこの、このね15人とかってあったら、適度にね学年がばらけてるのが理想だと思います。例えばこの中に、小学生中学生ぐらいが、なんか混じり合ってる、で各学年 2,3 人ずつぐらいいるのが理想かなと思いますね。はい。でなかなかねここまで環境が整うところってまだ日本でもそんなに地方部には多くないと思いますね。はい。まあそのボルダリングジムうち経営してたんですけど、まあ、こういうのは全く揃ってなかったです、その当時ね。今から8年とか10年くらい前なんですけど、
そういうの整ってなかったんです。で、まあね、そういうのを探していくっていうことなんですけど、でもし仮にそれができなければ、もう最終手段として、やれるとすれば、自宅にね、プライベートボールね。これがもう最終手段かなと、地方だとね、はい、これを作って、まあ、やっていくっていう感じでしょうかね、はい、それでまあどれぐらいお金かかるかといったら、もう土地の値段とそこのね、まあ、土地がどれぐらいあるかで広さですね、広さとあとはどれぐらいこうホールドとか張りぼてをね用意するかと、あとはマットですね、その辺が必要になってくるかなと思います。であとまあ重要、あんまり重要視されてないんですけど、ボルダリングの場合はルートセットですね、これにもお金をかけた方がよくて、ソフトウェアなんですけど、はい、これにまでお金を使えますかっていうところの問題があるかなと思います、はい、ということでかなり大変なんですけど、であと言い忘れた、これ指導者もね超大切大切です。で何が大切かっていうと、これねぶっちゃけ言うと例えば日本でね元1位でしたとかって、例えばそのボルダリングでね1位でしたとか世界で何番に入りましたっていう人が、絶対いい指導者になれるかって言ったらそうとも限らないんですよね。大体ねその癖のある人多いですからね、はい、教えるの下手くそだったりします。あとフィーリングでやってる人とかっていうのもいらっしゃるんですよ。はい、で、なんか卓球とかだと競技人口が多いので指導者も多いんですよね、うん、元からこう部活とかでやってきた方とかで、指導者になる人が多いんですけど、結局指導者の層が、卓球とかそういう方が分厚くて、であんまり癖のある指導しすぎるとそこにはね生徒が集まっていかないので、だん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 こうなんて言ったらいいかな、まあソフトないい指導していくところがだんだんこう反映していくという、まあ淘汰されていくんですけど、まだまだね多分この指導者っていうのが、少ないとそういうのが起こりにくくて、なんかねやたら罵倒してたりとかねやたら先生怒ってるって、なんか昭和な指導があったりとかっていうこともあります、はい、であとまあいろんなね競技のその質も、今から例えば30年前の、クライミングのところとルートとね、そういう競技と今も全然違うし、10年前からしたっても全然変わってるんですよね、はい、そういったところでその最新のそういう競技特性を知ってるかどうか、まあその辺も関係してくるかなと思います。でこの良い指導者を見つけるっていうのはかなり難しくて、はい、まあ結局都会にいればね例えば人口の結構集積しているところだと選ぶ幅があるじゃないですか、その電車とかで行ける範囲にそういうのが何軒かね、そういうジムとかそういうのでやってるところがあってとかって言って、でまあ要はもう実績見ればね、そこでまあある程度強くなるかどうかっていうのは分かってくると思うので、まあその実績を見ながらやっていくっていうのもいいかなと思います、はい、まあまあいろいろねちょっと習わせたい時にはいろいろネットとかそういうのを見ながら、あとまあ実際に見学とかしながらね、
いろんなところで噂を聞きながらやっていくと、はい、あの指導者がねあまりにもこう、まあ、クソという言い方あるかもどうかわかんないですけど、いまいちだと子供ね本当潰されちゃうことも多くて、はい、大変だと思います、はい、この指導者選びは重要ですね、うん、まあまああとね最後に言いたいことは、はい、まあ今やってらっしゃる方、親の方でね子供をクライミングさせてらっしゃる方、まあすごいね大変なんですよ、送り迎えとかね、はい、まあこの習えるところが、ご自宅のそばにある方とかは比較的いいんですけど、そういうのない方は送り迎えでね、まあ、3日に一遍こう送って車で送っていかないといけないとかね、いろいろな、大変さがあります。あと大会とかもだんだん勝ち残れるようになったりすると、なんか数ヶ月に一遍東京行かないといけないとかね、旅費もねバカにならないので、はい、あとシューズとかもねどんどんすり減っていくんで、うまくなっていくと2万円とか3万円とかする靴を2万円とかするぐらいかなする靴を、まあ、何回か買えないといけないとか、リソールして何万円かかかるとかね、はい、非常にお金がかかるので、そこはもう覚悟の上で、はい、やっていくという感じですね。うん、まあ何事にも卓球して分かったんですけどね、やっぱり強くしていくためには親めっちゃ頑張らないといけなくて、そこはクライミングも卓球も一緒かなというところです、はい、あとまあ子どものモチベーションのコントロールとかね、まあ言い出さきりがないんですけど、はい、まあ子どもの才能とあと指導者の運と、まあいろんなね難しいところがあると思うんですけど、まあしっかりやっていかれることを望みます。はい、そういった感じでございました。ありがとうございました。